それでは今回も、前回と似た図ですけれども、とりあえずまあコーナーにこだわるような形になって、ここのコーナーで踊るのをいろいろ変えておりますね。第3回目はナチュラルターン、スロークイッククイック、スロースロースロー、男性がヒールプルをするという、6歩でしたね。それから第4回目は、ナチュラルピボットターンということで、スロークイッククイックスローというピボットでしたね。で、第5回目はまあティープルシャッセ、これは正確に言うとナチュラルターンプラスティープルシャッセでしたけれども、スロークイッククイックでナチュラルターンの3歩をしてから、スロークイッククイックスロークイッククイックスローという名前はシャッセですけれども、シャッセとロックがありましたね。ティープルというのはまあ酒に酔ったという意味ですので、要するにお酒を飲んで酔っ払って足がもつれるみたいな感じに見えるので、そういう名前があるんですね。シャッセしたりロックしたりするあたりが足がもつれるように見えるわけですね。そして今回はワルツと同じナチュラルスピンターンですから、まあ、あたかもワルツのワンツースリーワンツースリーのような感じですね。正確に言うと台形ではないのでね、ちょっと、もう前回のね、使っております、リサイクルと言いますかね、使っておりますけれどもね、こんなような感じで、とにかくまあこれを、丸々、一つと言いますかコーナーを取り替えてですね、暗記すると、初級とか中級でもね、クイックは後回しになるので、これぐらい知っているとパッと踊れますね。では頑張りましょう。こんにちは。ちょこっとクイックステップが踊れたらの第6回目です。よろしくお願いします。では、今回は、この前に続いてですね、またまたちょっとまあコーナーにこだわって、今回は前回の、ティープルシャッセをですね、ナチュラルスピンターンに、変えてしたいと思いますね。クイックをする方は、まあワルツは当然、なさってると思いますけどもね、ワルツの、ナチュラルスピンターンと全く、まあ、一緒のような構成になるので、では早速したいと、思います。やはりこの前と同じようにですね、こういうふうに、まあ、ロックをクォーターターンからプログレッシブシャッセ、そして、ロックをスロークイックイックスローと来ましたら、右足を外に前進しつつ、スロークイックイックスロースロースロー、そしてスロークイックイックスロー、とプログレッシブシャッセにつなぎますね。なので精密にはこういうふうに右足をまず男性前進しまして、スロークイッククイック、スロースロースロー、ここまでがナチュラルスピンターンで、あとはクォーターターンの後にしたのと同じプログレッシブシャッセをスロークイッククイックスロー、また外側に前進してロックでもいいし、こっからまた一番最初に戻ってクォーターターン、そしてプログレッシブシャッセ、フォワードロックでもいいですね。まあ、ただ精密に言うと、後半部分のプログレッシブシャッセの部分がワルツと多少、違う風になっておりますね。ここの部分はワルツとほとんども一緒ですから、ワルツのつもりでワンツースリーワンツースリーですね。でワルツのつもりでするとリバースターンになってしまうので、ワンツースリーでロアすることになりますが、クイックステップの場合はそういうステップはあまりありませんので、ナチュラルスピンターンの最終歩が終わったらプログレッシブシャッセに続けるのが普通なので、スロークイックイックスローという感じになりますね。いわば一歩増えるというか、ワルツ的に言うとこっからあたかも
ワン、ツー、アンド、スリーというステップを踏んでるような感じですので、そこだけ似ているけれどもちょっと違うという感じですね。じゃあ、女性のステップ、男性のステップをしましょう。もうほとんどワルスと一緒ですからね。なのでナチュラルスピンターン、ナチュラルターンの3歩を含めてナチュラルスピンターンと言いますね。そしてプログレッシブシャッセーまで、しましょうね。ではどうしようね、この向きでいきますと、もう女性は左足後退からですね、スロー、クイック、クイック、そしてまあピボットをしますね。スロー、でカウントはスロー、スロー、でプログレッシブシャッセをスロー、クイック、クイック、スローで続ければいいですね。もう一回しましょう。3、はい、スロー、クイック、クイック、スロー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 、クイック、クイック、スローですね。では男性をしましょう。男性はこの向きからになりますね。もうすぐ右足からします。スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、スロー。そしてプログレスにします。クイック、クイック。スロー、この位置ちょっと噛み出ちゃった、もうちょっと前、もうちょっと奥では行きます。せーの、スロー、クイック、クイック、ね、ピボット、スロー、8分の3回転ですね。そしてスロー、スローですね。そしてスロー、クイック、クイック、スローですね。もう一回お見せしますね。イージーホールで、しますと、せーの、スロー、クイック、クイック、スロー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 、クイック、クイック、スロー。ちょっと角度を変えてしますね。今度は、今こっち向きにしましたから、90度変えるとまた結構わかりやすいですもんね。こっから、スロー、クイック、クイック、スロー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 、クイック、クイック、スローですね。もう一回お見せしましょう。一応接続の関係で、男性右足の外側からね、いきます。スロー、クイック、クイック、スロー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 、クイック、クイック、スロー、再び外側に出ますので、もう一回ナチュラルスピンターンを進めてもいいですね。今度はじゃあまた向きを変える、こっちからしましょう。いろんな角度からすると見やすいですもんね。せーの、スロー、クイック、クイック、スロー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 、クイック、クイック、スロー。一応簡単にライズとロア、その上下運動を説明しておきますが、ワルツと全く一緒なので、この男性の方からね、簡単にいきます。ですから、右足はヒールからですから、ヒールからついて、ライズを始めて、スロー、クイック、等で、ボールですね、まあ、等で立って、揃えるときに降りますね。バルスと全く一緒です。で、あまりライザーとはない状態で、グリーンと左足を、まあ、一応回してますね。あんまり回らなくてもできないことはありませんが、で、ワルツもそうですけど、これは、ワルツでは2ですけども、ヒールから出ますね。トーではなくて、一回交代して出直す感じなので、ヒールから出て、スロー、スローでライズをして、回転して、横少し後ろにこの足を、あんまり交代ではなくて、横少し後ろに、つま先からついて、降りますね。何せワルツと全く一緒ですから、ワン、ツー、スリーですね。そしてこの足を交代して、これもワルツではワンのつもりでついて、先ほどちょっと言いましたが、ワン、ツー、アンドのつもりですから、シャッセはライズして、次をトーからついて、グッと降ります。まあ、ワルツの感覚ですれば大丈夫ですね。じゃあ簡単に女性も、ね、しましょう。女性は内回りですね。だから、スロー、クイック、つま先立ちで、クイック降ります。ヒールから出ますね。足の裏を回して、スロー。で、今度はつま先のみで、ね、交代
しつつ、つま先伸びてライドして スローで1回、まあ、精密に言うとブラッシュでいって足を軽く寄せて斜め前に出しますね。つま先からワルツと3と一緒ですね。で降ります。でヒールからちょっとずれますが、ヒールから出てスロー、ライズをしてロアですね。では頑張ってね、これを実践しましょう。では旋回と全く同じようにですね、簡単にこのコーナーですね、ここからロックをロックステップからしますね。ロックはちっちゃめにいきます。まずイージーホールドでいきますね。こう来てスロースロー、そしてナチュラルスピンターンスロー、クイックスロースロースロー、フローレスルシャステ、そしてまた、まあ、一番簡単なのは最初の、ね、ちょっとダブりますけどもクォーターターンに続ければいいですね。もう一回しましょう。スロースロークイックイックスロースロークイックイックスロー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 クイックイックスロースローですね。反対向きにします。今こう来てるので、ま、真反対はこうですね。ロックから、しましょう。スロースロークイックイックスロースロークイックイックスロー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 クイックイックスロースローですね。もう一回しましょう。スロースロークイックイックスロースロークイックイックスロー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 クイックイックスロースロー、ね、では簡単に音楽に合わせてお見せしたいと思います。下が切れるかもしれませんが、クォーターターンから一番最初からいきますね。